私の家には車が2台あり、1台はみんなで使っているミニバンと、登録抹消しているスポーツカー。スポーツカーは独身の頃私が乗っていたのですが、目を悪くしてからは登録抹消し、目が良くなったら乗ろうと思い保管。月に1、2回エンジンをかけたり、オイルが腐らないようにしている程度。その車が義実家に帰省中どうしてか事故り、警察から電話があって行ってみると、そこにはぶつけられてめちゃくちゃになり、なぜか軽自動車のナンバーがついてる私の FD。犯人は下の娘と同じ幼稚園のママさん。私の家に FD があるけど乗っていないのを知り、子供経由で帰省するのを聞き、鍵をこじって壊し、ナンバープレートを自分の軽自動車のを外して持参、ボルト止めして意気揚々とドライブへ。けれど、普通車に K のナンバープレートがつけて走っているのですから、すぐにパトカーに追いかけられ、逃走中に信号無視で交差点に進入、大型トラックにぶつけられて、泥ママは大怪我たす逮捕。当然、登録抹消者に自賠責保険はなく、泥ママは、莫大な修理費と損害賠償を請求され離婚。どうやって賠償したかまでは知らん。泥ママにしてみれば、念願の障害者手帳と特典を手にしたんだし、本望じゃないのかな？何かといえば、障害者手帳や白杖稼いだの、障害年金支給されてずるい。だの言嫌がってくれたし、これから数々の特典ゲットしてホクホクしてるんじゃないかな？そんな特典や基礎年金なんぞいらんわ。単下金や運賃ただより目玉と傷のない顔欲しいわ。賠償は相手旦那が泥ママの刑を持ってきましたが、二人でその場で突き返しました。白い毛もふもふのダッシュボードにトラックみたいなハンドルカバーの DON 車なんていりません。同じイエローの FD 弁償。と無理難題旦那が突きつけ、ある程度取りました。泥の手口ですけど、ガレージは奥に扉があり、そっちはガラスを割って開け。FD はやっとこか何かを開き、トンカチで叩いてこじ入れ、テコにして無理やり回したみたいです。イモビライザーもなく、普通のロックとカバーで、縦列ガレージの奥に入れてありました。泥の目的は不明です。嫌がらせなのか、盗んでどうしたかったかまではわかりませんし、知りたくもないです。新聞にも載りました。トラックはフェイクですが、大型自動車にぶつけられたのは合ってます。最後に、FD をスクラップにする際、ハンドルを、業者の人が取ってくれて、記念にと渡されました。子供たちがバイバイ、ママの FD 行って涙を流して見送り、子供を抱きしめて泣いてしまいました。私にしても、思い入れのあった車を壊され、廃車にした泥に怒りはありましたが、その時矛先がものでよかった。と実感。子供に向く可能性もある。って考えるとゾッとします。旦那がホンダ等なので、FD のハンドルは壁のオブジェになっていますが、タイヤは野外用のテーブルになって活躍しています。FD 絡みでもう一回泥騒ぎあったので10日。FD を廃車にして以来、うちでは車の話をするのをなんとなく避けていたのですが、子供たちと買い物に行っていた旦那。喜べ。娘ずが FD 買ってきてやったぞ。とご満悦に帰宅。お母さん、はい。手渡された包みの中には FD のラジコン。リサイクルショップで見つけ、買ってきてくれた FD は同じイエローで、あの子が帰ってきたみたいで涙ぐんでしまいました。同時に、娘たちはインプレッサとランエボ、旦那は、86のラジコンを買い、我が家は弾けるように走りブーム。リビングが闘技状態になり、旦那もいい念ぶっこいて。仕掛けるポイントは、この先の5連続ヘアピンカーブ。だの大はしゃぎ。私の FD は、かつての愛車と同じステッカーを旦那が作ってくれ、見た目は、ちっこいながらもそっくりに。情が移りすぎて飛ばせず、毎回ドンケツですが楽しく遊び。遊び終わると飾り棚に作ったガレージコーナーに4台を置いていました。これが
去年の夏から今までにかけてのお話です。そして、ブームが一段落つき、ラジコンは飾り棚に寝ていることが多くなったのですが、久しぶりに遊びたくなってみると、ない。なぜ？どうして？怖い？とパニックって当たりを探すも、コントローラーだけはソファの裏から出てきたのに。FD と旦那の86がない。娘に聞いても、数日前に遊んでからコントローラーごとしまったと言ってるから旦那に電話。で、夕方に折り返しかかってきたら、知らねえし、数日前に遊んだ時は、あった、でか、他になくなったものないか？と言われ。チェックしてみたら、懐中時計と免許、電気やポイントカードもない。てか入ってた引き出し空っぽ。警察に連絡しやがれ。と叱られ。110番、警官の人が来たのですが、家族以外の指紋がいくつか取れました。前科者のリストと照合してみます。トイレからクレジットカード、私名義を見つけました。最近出入りした人を教えてください。えーと状態で遊びに来ていた。A さん、上の娘のママ友。B さん、上の娘のママ友。C さん、独身時代の友人。とりあえず3人を伝え、被害届は帰りの足がないので、後日旦那と出しに行くことで解散。おまわりさんズが帰った後、あ、そうだ、クレカ止めなきゃ。その前に利用履歴をチェックして。と電話し、センターに連絡すると、ネットショップで昨日使われてる、だと。とりあえず止めれ。ショップの名前教えれ。と踊っているうちに旦那帰宅、娘ず連れて警察署に赴き、被害届出した後は旦那が落ち着けい。とファミレスで一服し、ついでに鍵交換やら前後策練って帰宅。帰宅すると、ガレージの前に車が止まっていて、クラクションを鳴らすと男性が降りてきたけど、なんで、私の FD 持ってるのこの人。はじめまして。東証一部上場企業係長の A 旦那と言います。妻にこんなものを送られたのはあなたの奥様ですか？どういうことですか？と旦那が聞くと、妻がこのおもちゃを踏んづけて転び、テーブルに口をぶつけて大怪我、入院した。ちょうどテーブルの縁を噛むみたいに転び、前歯と上顎の骨を怪我した。妻の不注意もあるけど、こんな危険なものを妻に送ったあなたにも責任がある。要は、慰謝料と治療費の一部を負担、妻に謝罪してほしい。旦那、私揃ってポカーン。いや、その FD、なくなってて探してたんですけど、A さん持って行ったんですか？うちの妻に差し上げたんでしょ？適当なこと言わないでください。妻に、犯罪者の濡れ衣を着せるつもりですか？わあわあ、お互いの言い分食い違ってますし、お話の前後が見えませんので、じっくりお話ししませんか？立ち話もなんですし、どうぞお上がりください。私、熊谷さん、担当した刑事さん呼んでね、娘1、お茶出して。娘2、おせんべい出してあげて。いや、旦那ベルト掴んで、首に手回すのはどうかと思うけど。で、拉致監禁だ、不法行為だ、訴える。東証一部上場企業の社員にこんなことして、会社が黙ってると思うなよ。とわめいていた A 旦那、刑事さんが来て、こんこんと事情を説明すると真っ青に。FD の件も間違えたかな？あ、他の奥さんからもらったんだっけ？とすっとぼけ始めましたが、被害届を出した際、FD のボディに貼っていたステッカー、地元の走り屋チームが一致し、かつ残されていたコントローラーと周波数が一致したことから、うちから持ち出されたものだと断定。ついでに FD から出た指紋と、トイレのクレジットカードについてた指紋が一致。旦那さんは、とりあえず、任意で同行を求められ、しぶしぶ警察署に同行。警察相手にまで、東証一部上場企業の社員にこんなことして、ただで済むと思うなよ。とわめいていたのが哀れでしたが。あとは、芋づる式にことが発覚。A さんは御用となりました。
うちから持ち出したのは、FD86 のラジコン、大事に飾ってるミニカーだから、高く売れると思った。子供のランエボ、インプレッサは、シールが貼って、価値がないので、売れないと思ったから置いていった。クレジットカードのナンバーと有効期限ほか、記載データ、トイレで書き写し、マットの下に隠した。ネット通販用。通販で買ったバッグも当然押収。懐中時計、変わった時計だし、高く売れそう。電気やポイントカード、ポイントで買い物。当然きっちり押収してもらい、事件化してもらいました。A 旦那は俺は知らね。とばかりに逃げ出したので、A さんは、まだ拘留されたままです。東証一部上場企業にも問い合わせてみたところ、本社には在籍しておらず、グループ企業の枝でしかなかったとか。初公判は、じっくり傍聴しちゃる。それにしても、カードで買い物されたのが一番痛かった。専業主婦たす視覚障害のコンボがカードなくしたら、簡単に作れねえんだぞバーヤバーヤ。しかし、二度も FD 絡みで巻き込まれるとは思いませんでした。旦那は、お前の FD、よっぽどお前が気に入ったんだななどと笑っていましたが、実際に旦那が動かそうとしたら、プラグこむって動かなかったことがある。だんだん、FD が呪いの黒人人形化している気が。悪魔の FD なんて旦那は、からかっていますが、押収物が返還されたら、きちんと直し、またガレージ棚に戻してあげようと思います。